はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第19弾をお送りします。で、今回この4問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあいつも通りね、ちょっと画面下げますのでお待ちください。行くよ、よいしょ。ほっ、あ、ちょうどいい感じかな。よし、じゃあ行きますか。で、ちょっと問題用紙ね、外してしまうんですが、リンクにね、概要欄にもあるんですけど、自分の塾チャンネルっていうホームページにこれね、プリントアウトすることもできますので、よかったらね、そっちも使ってみてください。で、今回は直方体が主役です。で、AB が6、AD が2、AE が4って、まあ、長さも指定されてるんですけど、1番ちょっと長さを使わないので、まずそこは無視していきます。で、1番は、辺 AB、まあ、こいつね、書き込もうか。こいつと、ねじれの位置にあって、面 ABCD、上の部分ね、蓋の部分。ここ。これと、平行な辺はどれか。つまり、両方の条件を満たしてる辺をすべて書きなさいという問題。で、まあ、せっかくなんでね、それぞれちょっと確認していこうと思うんですが、今回みたいな直方体。ちょっと細長いですね。あとは立方体、サイコロみたいな。立方体とかの時のねじれの位置の出し方なんですが、これちょっと楽をすることができて、まず、AB 主役ですよね。こいつと平行なものをまず外します。で、平行っていうのは、まあ、ね、同じ真横とか、で、わかりやすいんで、EF カット。HG もカットして DC もカット。この3つが平行なんで、まず外します。で、もう1個はその AB に接してるもの。いいね、接してるもの。つまりくっついてるもの。例えば上の AD ってこの A でくっついてますよね。で、AE も A でくっついてる。BF と BC は B でくっついてるからこれダメだと。で、今外しましたね。で、残ったものが全部ねじれです。直方体に関しては立方体も同じですけど、だから CG と、DH と、EH と FG、 この4つがまずねじれの位置を満たしているのがこの4つになります。で、次平行な辺なんですけど、例えば面と面の平行だったら、今上の部分ですね、蓋の部分、これと同じ、平行な面っていうのは下です、下の部分、底の部分、これが面になります。で、今回平行な辺なんですけど、この面に平行な辺は、その面、ここに関わってる辺が全部平行になります。つまり、下に関わってるのはこの4つですよね。この部分。これが面 ABCD に平行な辺。つまり、今両方満たしてるのは、この EH と FG が満たしてるので、答えは辺、EH と辺 FG、 これが答えになります。まあ、ねじれは特にね、狙われやすいとこなのでね、復習で確認しておいてください。で、次ですね、まあ、こっから、結構難しくなります。今回の問題、一応4番が一番難しいですけど、で、次が、まあ、同じような状態で下に対角線を引きましたと。で、交点が I になってます。で、三角形 DHI、ちょっと引いてみましょうか。全部実線で書いちゃうね。こんな感じかな。この DHI を、DH を軸にしてくるくる一回転させると。そうすると円錐ができるんですけど、その円錐の母線の長さを求めなさいという問題。で、DHI をちょっと書き出しちゃいましょう。書き出すと、上が D でしょ？下ろしたのが H で、ここに I がいる。で、ここ垂直になってる。っていう感じね。で、ぐるぐる回して、まあ、一回転するとね、円錐ができるんですが、その母線ってどこって聞かれたら、母線ってこれ DI の部分ね。いい。円錐、ざっくり書くと、ここが母線ね。まあ、こっちもいいですけど。だから、DI の部分が母線になる。つまり、母線の長さ出せって言われてるんですけど、DI 出してねって。いう問題なの。この2番に関しては。じゃあ、DI を出すためにどうするか。今、この三角形が主役になってるので、辺の長さどっかわかんないかなって確認していきます。
で、最初のね、1番では使わなかったんですけど、今回 AB が6。つまり、横がここ6。で、AE、高さが4で、奥行きが2っていう、長さが指定されてる。で、DH はさ、もろに高さの部分になってるので、ここ4なんですよね。AE と同じだから。で、あと HI さえ分かっちゃえば、これ三平方の定義で DI 出すことができます。じゃあ、HI なしに行こうぜってことでここを考える。でね、今、下の面、この下の部分、EFGH か。下の部分っていうのは長方形ですよね。直方体なんで。だから、ちょっと曲がったかも。長方形があるでしょ。一応アルファベット振りますか。EFGH。でも対角線。ちょっとこっち書かないけど。で、長方形の対角線っていうのは中点で交わります。つまり、ここには I があるんですけど、ど真ん中にね。もし、HF、全部ね、対角線全部、HF が20センチって分かれば、HI はその半分の10センチって分かります。だから、まず HF から出しに行く。じゃあ、どう出すかっていうと、ここ90度だから、長方形だからね。で、EH っていうのは奥行きなんで、ここ2センチなの。EF って横だから6センチ。つまり、2つの辺の長さ分かってるから、HF は出せると。ね、三平方の定理使って、HF、斜辺の2乗は、2の2乗、4たす6の2乗で36っていう風にやる。まあ、三平方の定理そのまま使っていくと。で、解いていくと、ちょっと待ってね。問題集が邪魔ですな。まず、右辺足すと、これが40になります。で、二次方程式の解き方ですね。左辺の2乗、ちっちゃい2を外す代わりに、プラスマイナスルートをつけるのがルールです。解き方ね。プラスマイナスルートをつける。で、ルート40っていうのは、4×10 なんで、2ルート10に直せます。ちょっと直しちゃいますね。2ルート10。で、本当に普通に解くだけだったらこれでよかったんですけど、HF って長さなんで、長さにマイナスありえないんですよ。だから、これ、プラスマイナス外していいです。プラスしか残んないから。で、プラスって書かなくていいからさ。だから、HF は2ルート10で OK。で、さっきも言ったように、HI は HF の半分なんで、こいつの半分だから、HI はルート10。そうすると、2つの辺の長さが出てきたから、DI。もう一回三辺方定理使って解くと。つまり、斜辺。DI の2乗イコール、4の2乗は16。ルート10の2乗。ルート2乗したらルート外れるから10が出てくると。で、これ26だからね。やっちゃうか。2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートが、こうなる。ただし、長さにプラスマイナス、まあ、マイナスはないから、取っちゃっていいよねって。で、ルート26って直すことができないので、今回の母線、求めたかった長さは、ルート26でしたよっていう。これで終了となります。で、数学苦手な方はね、もうこの2番から結構もうしんどいと思うんですよ。で、正直、この問題を絶対解けなきゃダメとまでは言わないんですが、このね、空間図形で、この中の直角三角形見つけて三平方の定理を使うっていうのもね、結構上等手段というか、受験でよく出てくるパターンになるので、ちょっと頑張ってみようかなと思う方は、ここまで確認してもらえると嬉しいです。では3番ですね。3、4は同じ図形を使ってやっていきます。あんな感じで P と Q が、まあ、この線分上にね、まあ、乗ってると。で、DP たす PQ たす QG を考える。ちょっと青でいこうか、こっちも。DP と PQ と QG。これを足したものが最小、つまり一番短くなるときの値を求めなさいと。で、これはね、ほんと有名な問題で、このタイプ。ちょっと形が違くてもよく出てくる。折り曲げたものが最小になるときみたいな。で、これはね、展開図今一部書いてあるんですが、展開図を使って考えます。空間図形のまま攻めると結構きつい、あのままだと。だから平面図形に話を変えます。でね、全部展開図書いても構わないんですけど、今、その線が通ってるのって、上の蓋と手前の部分と右の部分しか通ってないじゃん。だからその3枚書きました、ここ。じゃあ、アルファベット振ってみるか。上の蓋の部分なんで、A、
B、C、D。で、その下の部分。これ手前ね。手前の部分の長方形。だからこうなってて、右側だからここ C か。組み立ったらくっつくもんね。で、ここが、G が来ると。いいかな？上の蓋と手前の部分と右の面を3つだけ書き出しました。で、今ね、まあ、P と Q がどこにあるかわからないんですけど、例えばこう行ってこう行ってこうかもしんない。こう行ってこう行ってこうかもしんない。わかんないけど。ただ、それが一番短くなるのはどういう時って聞かれたら、直線になる時なんだよ。いい？直線になる時。つまり、結局 D から G まで行きたいんだよね。スタートとゴールが。だから、この二つを、あーっと曲がったな。これはちょっときつい。フリーハンドきついな。ちょっと待ってね。ここはね、きっちり書きたいな。あ、待って、定規使うか。ちょっと待ってね。消えるかもだけど、どの辺だ？だいたい、だいたいでいけるかな。ちょっと曲がったけど許して。まあこんな感じ。直線になった時が一番短いです。なぜかって しつこくてごめんね。こっからここに行くのに、こう行って、こう行って、こう行くよりも、こう行って、こう行って、こう行くよりも、絶対直線が一番短くなる。だから、今回の問題でも、スタートとゴール、D と G を結んだ直線、まあ、線分だね。そうなるときが P と Q、一番最短になりますと。じゃあ、3番のその長さ、値をね、求めようと思ったら、これもさっきと同じです。結局、DG の長さを出したいんで、ここ垂直なんですよ。長方形だから。で、DA、これ奥行きだからここ2ね。で、AE は高さの分だから4。ここね、参考にすると分かりやすい。つまり全部で6なんです、ここ。で、EF は横で6。FG は奥行きだからここ2ね。つまり全部出すと8なの。結局、この三角形考えたときに、6、8、ここを求めたい。同じだよね。これと。で、同じようにやっていくと、DG の2乗イコール、6636、プラス864と。で、これ足す100なんだよね。だから、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルート。ルート100。100は 10×10 なんで、ルートが出てきて10に変わります。こうやってね。で、さっきも言ったように長さにマイナスはないので、求めたかった長さは10でしたよと。これが3番。ちょっとごめん、外の太陽光雲に隠れてしまって画面が暗くなっちゃったね。よし、じゃあ行きましょう。ボスです。4番。じゃあ同じですね。同じ状況の時に三角錐 PBQC の体積を求めなさいと。C ここですね。で、B がここにいるんで、ちょっと書きにくいけど、こういう、これの三角錐です。で、これはどう出すかっていう、まあね、どこを底面にするかにもよるんですけど、自分はここを底面で考えます。底面積。そうすれば書ける高さは BC。これが高さになるからね。で、高さの BC 奥行きで2って分かってるから、あとはあの手前の三角形の面積さえ出せればいいっていう。そこが勝負になる。で、今、こっちのね、図に表すと、この三角形が欲しいんだよね。面積。で、三角形の面積は底面かける高さだから、あ、おい、底辺かける高さだから、ここと、ここの長さが欲しい。その二つが。じゃあ、それ出していこうとします。で、まず、じゃあこっちから攻めましょうか。P。で、求めたいので、まあ、二つあるからね、今度 A とかで使っていこうか。A にします。この PB をね。で、PB を A って置くと、全体6だから、ここは 6-A に変わります。いいかい？こっちを長さ A だから、6から A を引いたものね。で、これどう出すかっていうと、まあ、よく出てくる、これもね、掃除のとこでやりましたけど、ちょっと書き出そうか。今こうなってんすよ。ここの AP と EG は平行になってる。そうすると比が使えるんですよね。上のちっちゃい三角形と大きい三角形、相似になってるから、ここ対ここイコール、ここ対ここが使えるんですよ。相似でよくある問題のパターン。
だこの形だけだったら解けると思うんだけど、入ってるから気づけるかどうかっていう、そこに、その掃除のとこにね。で、そこに気づけてしまえば、さっき言ったように、ここ2ね。2対6引く A。まあ、これ順番違くてもいいけどね。2対6引く A イコール6対8だね。こうなる。いい。で、日は中中外外なので、中中かけると、6を6引く A にかけるんで、36引く 6A。ちゃんとカッコつけて配ってね。で、8に16。まとめると、6A イコール20になるから、A イコール3分の10となります。つまり、ここの長さは3分の10ってわかる。じゃあ、同じようにこっちも行こうと。ここを B って置きます。まあ、文字は何でもいいです。で、B って置くと、この部分が、全体ここ4だよね。4から B 引いたものなんで、4引く B になる。で、同じように倒します。で、どこ使うかっていうと、今度はこっちの三角形使う、ここ。まあ、同じか三角形使ってんのは。使ってる同じなんだけど、ここで切るんで、今度ね。このちっちゃい三角形と、おっきな三角形で考える。つまり、ここ対ここイコール全体対全体ですね。っていう感じ。いい？だから、書くと、2対、カッコつけるか。4-B、イコール、間違えたくない。8か8対6か。こうなる。で、なかなか外外やると、シア 32-8B、イコール6に12と。で、8B イコール20だから、B イコール8分の20なんで、2分の5となります。ってなって、B も出ました。そうすれば三角形のやつ出せるからね。あそこ。ってことで、求めたかった体積は、まず三角形の面積、底面積が必要だから、底辺、かける、高さ。で、三角形だから忘れずに二分の一ね。こんなところで引っかかんないでね。で、これ底面積。かける、今、三角錐なんで、底面積かける高さ。高さは最初に言ったように BC だから2。で、錐だからね。尖ってる錐なんで、公式通り3分の1を最後にかけます。で、あとは、これ、まあ、約分。して、約分して、9分の25か。これが答えになります。ちょっと一応ね、わかるように。ここが底面積ね。字が、ごめん。いいかな。で、かける高さかける3分の1公式ね。というふうにやってみてください。いいかな。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。